僕必要ないんですよ、一人でできるんですよ。一人じゃ全然できない。何言ってるの。簡単に商品増やすなってことを何回も何回も言ってるんですよ。旦那と将来一緒に会社をやりたいです。このチャンネルは人生を変えることを決意した奥越社長の養成記録である。救済企画とは、現状の事業がうまくいってない方のもとに北原が行き、直接事業相談をするといった内容である。救済企画を復活させてやっていきたいと思ってますので、以前救済企画を募集するという動画を出したところ、前回の救済企画の応募数を超える応募があった。今回の救済企画に応募されたのは近藤由香さん。社労士と投資の講座、2つの授業をされている。北原が到着する前に近藤さんにインタビューさせてもらった。近藤由香と申します。よろしくお願いいたしま す。事業としては投資の先生を講座を運営して先生をやっているのと、あと社労士事務所を運営していて、今2つの事業で走っているところになります。社労士さんって会社のこう労働とか、まさにそういうのをこう管理するというか、そうなんです、アドバイスする人とか。そうですね、企業の顧問に入っていて、労働の相談とか受けたりとか、規定作ったり手続きたりしたり、休憩さんしたりとかしています。なるほど。はい。であとはその投資を教えられているということなんですけど、はい、主になんかどういう内容の投資みたいな。はい、2つありまして、はい、1個が株式投資のやり方を初心者の方からやるっていうことと、あと投資信託も一緒にっていうことで、それを教えています。なるほど。はい。ちなみにこの投資であったり社労士さんっていうところで企業と関わったりっていう、はい、事業になったきっかけとかってあるの。正直社労士と投資のやつはですね、全く文脈全然違っていて、うん、違うんですよ、はい、またお客さんもそうも違っていて、うんうん、社労士事務所は本当に昔私が弁護士とか資料に憧れていて、うん、もう学生時代からなりたいなと思っていて、やっと35になって、まあ、資格取って独立したって経緯があって、うん、まあ、それはそれなんですけど、お金の方は自分で投資を始めてみたらめちゃくちゃ面白くって、うん、あ、これ面白い、みんなも知ったら絶対いいのにと思って、うんうん、教え始めたってきっかけです。で今その二軸があるのかなとは思うんですけど、はいはい、まあ、どっちがメインとかって今あったりはするんですか。うん、気持ちとしてはもう両方メインだって思ってるんですけど、うんうん、どっちも副業云々とかじゃなくったんですけど、どうしても収入とか売り上げでいうと、うん、社労士の方がもちろん6年7年なので、うん、そっちが重いになりますし、うん、お金の方が01なので、うん、まだ本当にもう01って感じで110頑張るって感じです。うんうん、なるほど。はい。じゃあそれぞれの今のこう現状とかっていうところもお伝えいただければなと思うんですけど、ね、はい、画面の方はですね、うん、実際今年の4月から始めて、うん、で北原さんのアドバイスいただきながらやったら5月に20万円で、今6月7月に140万円の売り上げを立たせることができました。うんうん、で今講座を開催していて、でただまだ7月8月が全然ですね、まだ集客というかまだお客様がまだ集まってない状態で、うんうん、ああどうしていこうっていうのが1個あります。うん、でもう1個の社労士の方は今7年目なんですけど、うん、お客様が28社いらっしゃって、うん、まあ、そこはそれで全然いいんですけれど、やっぱりお客様の事業不振とかでやっぱりじゃあちょっとごめんっていう人もいますし、私たちの不手際であちょっと怒っちゃってってこともあるから、やっぱりちゃんと新規集客していかなきゃなって思っているので、集客の再現性とあとチームをちゃんと作っていくってことを今やってます。うん、はい、今後はさらにこう企業事業自体を大きくしていくっていうところはあると思うんですけども、はい、住まれているところも、はい、はい、いいとこです。いいとこってあの場所がいいとこです。場所がいいです、はい、なのである程度こう今軌道には乗ってるというか、はい、はい、こう生活圏をこう守られている形は確立できているのかなっていう勝手な印象なんですけど、確かに、あ、そうです、はい、ありがたいことに社労士事務所の方である程度、うん、お客様がいらっしゃるので、うん、そこで生活は確保できていますが、うん、いやこんなもんじゃねえぞと思って、はい、まだまだ行きたいと思って、はい、北原先生のところにお世話になってます。なるほどです。はい、じゃあこのまだまだ行きたいっていうこの未来のところなんですけど、はい、なんかどこを一旦今を目標にしてるとかってあったりしますか。はい、あります。ここに書いてあったんですけど、はい、もう私来年の7月までに4回以上海外旅行に行ってって下に書いてあるんですけど、はい、海が見えるあの素敵な部屋で資産構築を教えてるのが目標なので、うん、そこに行きたいです。はい、
はい、すごい具体的に未来を想定されているんです、はい、そうです。じゃあちょっとその目標達成のための今回ご相談も踏まえてとは、はい、だと思うんですけど、はい、主に今日北原さんに質問したいこととか、うん、相談したいことっていうのは既にありますか？はい、ありまして、他のその資産構築の方が、うん、集客の再現性とセールスの再現性は、うん、私はこう考えてるけどアドバイスいただけませんかってお聞きしたいのと、うんうん、社労士事務所の方はこれはあまり先生には相談してなくてなんですけど、うん、やっぱり集客の再現性と商品の断定というところで自分が考えているところを、うん、がこうなんですけどってことでアドバイスいただけたらなと思ってます、うんうん、じゃあある程度こうご自身では固められているものがあって、うん、最終ちょっとその答え合わせを、うん、そうですね、それができたら最高です。はい、素敵なお家でとか、はい、やっぱり結構社労士さんとかお金の管理してたら結構お金は大事にしてるんだろうなと思うんですけど、確かになんか昔から結構こうお金に対しての夢であったりだとか、はい、自分でのこうお金の扱い方とかどうやって形成していったとかだったりしますか？私全くダメダメで、大切に育っててもらったからこそお金のこと全くやってなくって、で本当に貯金ゼロで、35の時に社労士事務所が独立したんですけど、その時に借金というか融資受けたのでマイナス500万のところからやってきてってところでして、で去年に法人化したんですけど、法人化する前は自分のお金イコール会社のお金にしてたので役員報酬取らずになったので貯金ゼロって感じだったんで、そこからも今やっと作れてきてるって感じです、うん、なるほど、はい、ちなみに35歳になられるまでの間は何でやられてたとかって、はい、損保の営業事務をしてました。いわば会社員としてやられていたっていう、はい、ごめんなさい、めちゃくちゃ失礼な内容になります。今はお一人身？お一人身です。離婚しました。そうなんですか、はい、過去に、過去に、はい、北原さんのチャンネル見られてる方も、うん、これから女性でお一人で頑張っていこうっていう方も多かったりするんですけど、はい、まあでもなんかこう、いい形でこう進んでいってるのかなとか、すごく明るいイメージ。ありがとうございます。ぜひちょっとそのお人柄もまた北原さんに似てるところなのかなと思うので、ぜひ今回の撮影で注目させてください。ありがとうございます。ありがとうございます。現在も成果を出しさらなるスケールアップを目指す近藤さん、この後北原が到着し直接対談することになる。お疲れ様です。お待ちしておりました。よろしくお願いいたします、はい、ということで、はいはい、今回ですね、はいはい、今回都内なんですけども、はい、あのね、成功者ですよ。本当に YouTube チーム先に来ていただいてるじゃないですか、はい、どう思ったの？成功者やなって思いました。何を救済するの、ね、今のところさ、はい、俺の修行時代よりも悲惨なご家庭一個もないよ。何をこれ以上宝組みしてるのかね。今回ですね、相談されてる方は、はい、あの内容聞いてもすごく、はい、何ですかね、僕5年言うのはあれなんですけど、なんかこう優秀ですごくやられてる方なのかなと思っておりまして、はいはい、持たれてる資格とかも、はい、なんかキャリアとかも結構すごい方だと思うんですけども、はいはい、やっぱりこう事業を自分でこう立てていくってなると、はい、詰まるところがあるみたいなので、詰まったらええがな、人生少しぐらい詰まった方が面白いよ。じゃあちょ実際に、はい、でもこう僕がちょっと事前面談させていただいても、はいはい、自分でもすでにこう答えを持っているその答え合わせを来たはずで、あのね、もうね、あの合宿でやったらええがな、もうわざわざ呼んでまで、わざわざ呼んでまで。まあ、ある意味ね、あの勉強になるんじゃないかなと、見ていただいている方には、うん、そうですね、あの正直ね、今回の方に関しては成果を作る方です。ちゃんと作れる方です。で、成果を作れる方に対して、まあ、北原がどんなスタンスで赴くのか、そしてね、なんなら成果作れる人はどこを不安に思うのかっていう部分ももちろんそうなんですけど、どのようなスタンスでね、僕が言ったことを受け止められるのかっていうのは結構勉強になるんじゃないのかなと思います。はい、ぜひ、はい、行きましょう。はい、行きましょう、はい。よろしくお願いいたします。左側の椅子でぜひお願いいたします。ありがとうございます。こちらは事務所なんですか？家です。家で、はい、しっかりセキュリティされてますね、うん、はい、公開層でこんないい位置じゃないですか、はい、そうなんです。とてもいい恵まれています。はい、はい、でもまだまだです。まだまだというか、はい、そんなことないと思いますけど、ね。見てください、これ夢ってことですよね。はい、そうです、はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう、はい、何
んで俺の写真がないんだ確かに夢には入ってないっぽいです。夢の中には俺は入ってないです。夢はドリカムリストの中に北原さんっていうドリカムリスト、はい、見てドリームカムリスト、ドリームカムトゥルーのリスト、はい、地中海クルーズとかありますが、はい、この部屋で相談員をしていますとか北原さんにお茶を出していますとか、すごいお茶を出して、はい、お茶を出すのはちょっとリスト多すぎませんかね。すごいですか。まあ、100個くらいあげてもいいね、いいと思いますよ、はいはい、いや嬉しいな。時の部屋で相談員をしてるって、はい、それ夢なんですか。ドリームカムトゥルーに入るんですか。入ります。いやあ、お茶じゃあもう線引いといてください。はい、線引きます。じゃあ赤で丸、ありがとうございます。 OK です。はい、ありがとうございます。夢は1個叶いましたね。はい、叶いました。はい、いやもうしっかりやってるじゃないですか。はい、俺もすごいね。すごいですよね。はい、あと張りすぎ。そうなんです、取れなくなってしまう、取れなくなってしまって、バッて、はい、すごいしっかりしてるじゃないですか。はい、ね、ではじゃあ早速いきましょうか。はい、お願いいたします。では早速始めていきたいと思います。はい、自己紹介 と、はい、ご自身の事業、今やられていることですね、はい、そして今日相談されたいことを挙げていただけますでしょうか。はい、近藤由香と申します。はい、お願いします。事業がですね、2つありまして、はい、1個がお金の投資の講座を1つやっているということと、はいはい、あと社労士事務所を今7年目で運用しています。では今日相談したいことをいただけますか。はい、はいはい、まず資産構築の方がですね、はい、自分の中で課題が集客の再現性とセールスの再現性でしたので、はい、それに対して自分はこういうふうに資産を考えてますってところをアドバイスいただけたらなと思っています。基本やったら映画並みなんですけど、はいはい、いいですよ、いいですよ、はいはい、そしてもう一つ社労士事務所の方なんですけれど、はい、これも集客の再現性と、あとこれ商品の断定がちょっとまだ7年目ですができてないなと思ったので、はいはい、そこもこういうふうにやっていきたいと思っています、はい、ところで、はい、分かりました。集客やセールスの再現性を課題とする近藤さんに対して北原の口からは何が告げられるのか。スクールに僕のところに来ていただいたのっていつ頃になりますか。はい、今年の4月の8日です。今年の4月。はい、それまで商品の断定っていう視点で見れてましたか。見れてなかったです。そういう概念はありませんでした。はい、決めてなかったからね、積み上がらないわけですよ。はい、ちなみに、社労士事務所7年目、はい、売上はどれぐらいですか。年商2000万です。はい、2000万、はいはい、素晴らしいんですけど、これ断定してちゃんと仕組み化してたらもう1億いくんですよ全然。はい、と思いませんか。そうだと思います。はい、投資の講座は始められてどれぐらいになるんですか。はい、はい、4月から始めましたので5ヶ月目です。はい、4月からで5ヶ月目、はいはい、だから僕のところに来て作り出したってことですよね。そうです。はい、でこちら売上上がってますか。トータルで190万円いただきました。はい、素晴らしいですね。この投資の講座っていうのは、はい、ちょっと現状のセットアップを聞きたいんですけど、はい、社労士事務所のお客様から投資の講座に流れてますか。関係ないところですか。全く違います。フロント活動とかも、全くじゃあ全く別ルートで取れてるんですね。そうです。はい、じゃあ投資の講座の集客に関しては SNS から現状はされてますか。はい、インスタ全部です。はい、じゃあそのインスタグラムっていうのは運用はいつから始めた運用ですか。はい、4月からです。はい、じゃあ4月から始めたものに対して全てそこから、はい、始めましてから取れているってことですよね。そうです。はい、もうやったらええがな。すごい、うん、いいじゃん、順調じゃん。何を聞きたいの。いやだからね、はい、僕前も言ったと思うんですけど、はい、あれこれでお会いさせていただくのって何回目でしたっけ。結構お会いしてます。 4,5 回目ですよね。はい、そうです。4月に来ていただいてもうそんな会ってるわけですよ、ね。はい、僕あなた優秀よって言ってません。言ってくださいました、先輩合宿で。信じなさいよ。あ、信じてます、信じてます。北原さんはそういうふうにおっしゃってくださったから、自分は絶対いけるんだって思います。絶対いけるよ、知識がないだけ、はい、組み合わせられてないだけ、はい、信じなさいよ。信じます。はい、帰ろ。もう用済んで、それかだってどう考えたって成功する人じゃん。いいよ、俺いらないよ。いや、入れます。北原さん、やったら映画なんだよ。やりますがってところでございます。はい、だって今までやりますがっていうような性格じゃないじゃん。もうお金の投資はもうアドバイスいただいたので、うん、それをまんまやってきました。うん、社労士事務所だって同じだよ。同じです。全くビジネスって一緒だよ。そうなんです。事業なんて全部一緒。
わかりました、はい、じゃなかったら僕がね全ての授業でね、はい、成果出せるようになるわけないし、はい、かつねいろんな人に秒でアドバイスしてってるわけじゃないですか、はい、もうロジックって原理原則ビジネスに関しては一緒なんですよ。わかりました、はい、なんで、はい、僕のところに来ようと思っていただいたんですか。社労士事務所で7年、はい、6年7年やってた中で、はいはいはい、すごく会社を大きくする社長と一人とどまる人がいるじゃないですか、はいはい、で私はなんでできないんだろうってずっと思っていて、はい、普通に話しててもそんなに私と変わらないはず、変わらないよ、はい、何が違うんだろうって時に、はい、端から端までの YouTube を拝見して、はい、ここに全部答えが書いてあったと思って目から動く子だったので、はい、お伺いしました。ありがとうございます。結局ね、小規模でとどまってしまう人と大きくなっていく人の違いは、はい、商品を断定して器を作り、その器を社長不在でも運用できるようになり、はい、社長がフロント活動外交に特化した状態で自分磨きに努めていかれたから大きくなるだけなんです、はい、このロジックさえ知ってしまえばもう大きくなるんですよ。だから全部自分でやってるだけでしょ。そうです、自分でやってるわけです、はい、だから人に任せるためのベースとなる土台を作ってるんですかっていうところで作ってないわけじゃないですか。だから作ればすぐできるようになるんですよ、はい、それだけですよ本当に。じゃあまずどちらからいきますか。社労士事務所の方から、はい、じゃあ社労士事務所、ごめんなさい、はい、将来的に近藤さんはどこを目指してどういうプランを作られてるの、はい、社労士事務所で何を目指されてるんですか。はい、はい、10人ぐらいの規模で、はいはい、1億ぐらいやるような会社をやりたいです、はい、まずですね、まずいいよ、まずいいと思いますよ、はい、10人規模、いや、これワンチャン1年でいくんじゃないの。10人規模で、はい、単価かもしれない、知っておきたいです、はい、単価が1社あたり3万2000円ぐらいです。月、はい、月です。社労士事務所としての機能っていうのは、商品の内容をちょっと、はい、さらっておきたいですね。はい、はい、給与計算と入社対象の手続きですとか、まあ、就業規則を作る、会社のルールを作るってものと研修事業です。はい、研修事業、はい、研修事業ってのはいくら賞取いただいてるんですか。はい、15万円以上です。はい、15万円以上、はい、これは社労士のご契約された方が研修をアップセルで買われるのか、フロントで研修事業を買っていただいて、その後社労士の、はい、提携を結ぶのか、どっちですか。全くそことまた違っていて、はい、東京都の公共事業として、ね、はい、研修するって形になります。はい、企業じゃありません。これは継続収入になってますか。なりません。スポットですね。はい、はい、今年間でどれぐらいの売り上げこれで占めてるんですか。だいたい100ぐらいです。100、はい、じゃあ年間で6件あるかないか。あるかないか、はい、ここから次につながるような出会いはあるんですか。いえ、なくてですね。はい、わかりました。はい、はい、じゃあここだ、はい、就業規則っていうのは別料金でおいくらぐらいいただくんですか。はい、30から50です。はい、わかりました。お給料計算だったりとか、そこをやりながら、はい、入社対象やりながら、エラーが出てきたところに対して就業規則やった方がいいですね、はい、っていうことをやって入れていくようなイメージですかね。はい、そうです。これを作られてるのは、はい、近藤さんがお一人で作るんですか。私だけなんです。はい、ちなみにこれ作るのに時間はどれぐらいかかるんですか。はい、ヒアリングからスタートして、はい、20時間です。20時間、はい、はい、時給1万円ちょっとしかなってないですね。はい、わかりました。はい、これ全部こうやって自分で出してってます。出しててないです。はい、だからこういうの頭いいんだからやりなさいよ。わかりました。しっかり、もうこんなお母さんみたいなこと言わせないでよ。はい、はい、入社退社の手続きっていうのは、まあ、ルールの下でやるからそんな時間はかかんないですよね。かからないところスタッフが入る。 OK です。じゃあこれはスタッフさんね。はい、で給料計算はスタッフさんと私と両方です。それがいけないわ。はい、OK です。はい、じゃあこの、はい、商品の内容が分かった上で、はい、じゃあ話してください。聞いてきますね。はい、ありがとうございます。はい、集客と再現性と商品の断定が私の課題だったので、はい、今までやってきたことは税理士さんの紹介が本当にメインだったので、はい、税理士さんに1500件リストアップをして、はい、それに全部メールをして会いに行くっていうことを、はい、今月やりました。はい、3件お会いできたので、はい、これも今後やっていくっていうことと、はいはい、あとやはり事業間の紹介が、はい、いただくことが多いので、はい、じゃあ事業の交流会に今度行ってみようと思ったので、はい、それをリストアップしたので、はい、これをガンガン行っていこうと思っています。はいはい、でも一個の商品の断定というところなんですけれど、はいはい、本当にこれ断定されてない、本当になんとなくやってたって形だったので、はいはい、もうこれはもうスタートアップの会社のためのコンサルとして体系化して IPP とか作ってセミナーしてっていう風にやっていこうって思っております。はい、はい、いいと思います。はい、やったら映画のですね。はい、はい、だからその既存の社労士側のお客さんっていうのは、はい、どのような集客ルートが過去にあるんですか。はい、ほぼ全員税理士さんの紹介とお客様からの紹介です。じゃあなんで紹介近藤さんに来るんですか。私が話しやすくて何でも、はい、前向きにやってくれるからってことを書いて回答する方が多いです。じゃあその紹介してくださっている方の税理士さんって、はい、大体ざっくり何名いらっしゃるんですか。
5名ぐらいです、はい、ちなみにその税理士さんの年商規模って、はい、だそういうとこなんですよ、はいはい、年商規模がどれぐらいの税理士さんを集めればいいのかってことが分かってくるじゃないですか。分かってきます、はい、多分ね似たか寄ったかしてるはずなんですよ、はい、だって大きいところっていうのは社労士さんとお抱えになってるってこととか、はい、紹介先が絶対できてそこでレベニューシェアとか起きてるはずなんですよ、はい、だからそういう人脈がない税理士さんのところでお役立ちすることができてるってことですよね、はい、あそうですね、はい、そこの条件を満たす税理士さんの会社の規模はどの程度なのかってことに対して、はい、フラグが立たんとダメですよ。フラグが、わかります。そういうこと全く考えたことがなかったです、ね、世の中に社労士美容師もそうです、はい、ちょっと言葉乱暴に言いますよ、はい、腐るほどいるじゃないですか。たくさんいらっしゃいます。じゃあなんで私なのってことを考えなきゃいけないんです。わかりました、はい、私と紹介してくださってる税理士さんが何かしらのマッチングが起きてるんですよ。マッチングする要素を満たす会社の規模とか、はい、どういう特徴を持った税理士さんなのかってことが分かってくると、はい、その人たちを集めるセミナーをするだけなのよ。私は税務に関しては先生方よりは詳しくはないですけど、はい、仕組みを作ることができてますっていうところでアドバイザーになれませんかね。なれます、はい、そのために自分の会社を仕組み化するっていうことですね。そうですよ、全部つながるじゃないですか。これで優秀なんだから考えなさいよ。考えられるでしょう、はい、ちょっと考えれば、はいはい、あと既存のお客さんが何で紹介してくださるんですか、はい、これ聞いてます。なんで紹介していただいたんですかって来ていただくとするじゃないですか、はい、紹介していただいて来ていただいて、ちなみに何々さんからのご紹介ってお伺いしてるんですけど、何々さんとどのようなお話があって、はい、私のことを取り上げていただいたんですかって聞いてます。聞いてないです。何やってんだよ、はい、聞いてないです、はい、僕の講義受けてるじゃないですか、はい、なんで聞かないの。エレベーターピッチを決めなさいっていう部分で、はい、ね、商品を断定しなさいと、はい、入り口のこと聞かないで何聞くの。どこから来たのって聞かなきゃいけないです。運じゃないのよ。実力があるから紹介が起きてるのよ。でもそれを今運にしちゃってるのよ。運だと思ってました。実力がありお客様だったり税理士さん側に対して紹介に値する人だなっていう評価があったから紹介が起きてるわけじゃないですか。はい、そうです、はい、だからその採点を自分でかかりに行かなきゃいけないじゃないですか。それやってないから、あ、運が良かったなって言ってずっと流しちゃってるんですよ。流しちゃってます。はい、ですよね、はい、そこを今度ちゃんと言語化するようにします。はい、あの近藤さんはね、すぐにでも奥行ける人なんですよ。だからこそ、はい、そのなんていうのかな、歯がゆいんですよ、見ていて。何やってんのって、はい、だってなりたいんでしょ。壁に書いてあるあの夢叶えたいんですよ。叶えたいです、はいはい、もう3年以内に全部叶う、ね、全部叶えたいです、はい、なのにもかかわらず、ね、全部流してるんだよ。そうです、そうです、運にしちゃってました、はい、再現性があるよって言ってるじゃないですか。そうです、はい、どういう状況下でどういう話があると紹介が起きるのかっていうのが分かれば、その話をテーマにしたお客様集めた感謝会交流会開けば一発で終わるじゃないの。本当です、そうです。真剣に向き合っていなかったなって思います。そこ、はい、社労士さんとしての発信、はい、インスタグラムはやってるんですか。やってないんです。なんでやってないの。だって売上2000あるんでしょ、はい、年間で、はい、これ利益率どれぐらいですか。人件費だけなので、はい、ほぼ 90% とか、はい、なんでそこから外への発信の予算を組まないんですか、はい、そうですね。ただ思ったことが、はい、企業の悩みをインスタグラムとかで検索するのかなっていうのがどうしてもあります。紹介の窓口は何があるの。税理士さんです。近藤さんっていう人がいらっしゃるのね、はい、インスタ見てみるわっていうのは起きないですかね。起きますよね、はい、起きます。起きてないのが、はい、作ってないから起きてないんですよ。そうです、はい、連絡手段はいきなり LINE に飛べるんですか。飛べません。じゃあどこに飛ぶんですか。直接メールとか電話になってるんですけれども、はいはい、めちゃめちゃ不便じゃないですか。不便です、はい、そうです。もしかしたら紹介10人いて、はい、裏側でですよ、はいはい、7人は来てくれてるかもしれないけど、3人は、うん、顔が見えないからいいわって言ってるかもしれないじゃないですか。言ってるかもしれないですね、はい、本当そうですね。どんな人かわからないからいいやって言ってる可能性ありますもんね。ありますよね、はい、だから SNS で発信しておく、はい、窓口として置いておくっていうのはすごく大事なことなんです。わかりました、はい、先生 YouTube もそうですよね、はい、ただ YouTube はちょっとリソースが重いんで、はい、まず他の全部整えてからですね、
や YouTube は一番いいですよ、はい、YouTube は。でも今入り口が紹介じゃないですか。だから固められるところからさっさと固めるんですよ流れを。でこの紹介の流れが分からないと、はい、YouTube が何を語ったらいいのか分かってなくなっちゃうんですよ、はい、例えば社労士としてのプロフェッショナルの語ることっていうのは、はい、多分 Google で検索するようなことをみんな知りたいよねってことなんです、はい、でも紹介される社労士さんって果たして入り口どんな紹介のされ方をしてるのかで考えないと YouTube 語ることが変わってくるんですよ。単なる知識だけじゃなくて、はい、紹介されるような人は何を語ってるかってことを走らなきゃ意味がないっていうことです。ってことです。それを混ぜなきゃダメだってことですね。わかりました、はい、YouTube はやって当然将来的にね、はいはいはい、だけどタイミングってのをミスっちゃいけないです。わかりました、はい、今業務に近藤さんが触れている以上は、はい、全部これ投げてから、はい、給料計算やっちゃダメ。わかりました、はい、YouTube を頑張ろうってなったら YouTube でリソースとかエネルギーとかも生命力も全部 YouTube は持ってかれるから、はい、しかもあのこういうような担当がついちゃったらもう YouTube にマジ殺されるからもんね。はい、わかりました。僕だったら、まず SNS で市場の社労士事務所さんがどのような発信をしていっているのか、はい、そして評価いただいている SNS アカウントを分析しまくって、はい、それで自分で更新していく、もしくは外注に投げてしまうって決めていきますね。はい、中途半端な更新の仕方しないでください。考えもせずにとりあえず作っておくかみたいなものっていうのは、はい、あんまりこう僕は意味がないと思ってるので、はい、月間の予算をちゃんと決めて、はい、そこに対して運用するっていう意味で、はい、全部自分でやろうとすると中途半端に終わります。わかりました、はい、だから完全に代行に丸投げてしまうのか、はい、でもこれもちゃんと予算組んでくださいよ、はい、コンテンツは出すけどそれをその画像編集者さんに作っていただいて投稿するのか、はいはい、いろんな形がありますよね。お給料計算だってそうじゃないですか。電卓叩くだけだったら別に社労士免許なくたって大丈夫じゃないですか。はい、そうなんです、はい、どういう人にどこまでどの予算で投げるのかって決めるのが大事なんです。でそしたらそのターゲットですよ、ターゲット、はい、SNS アカウントの運用は誰に向けてやると思いますか。紹介してくれる個人の税理士さんだと思います、はいはい、資料の人です。正解、そうエンドユーザーじゃなくて僕だったらそのアカウントで税理士さんとつながりまくる。大手だったりだとか個人でもいいんですけど、はい、同業社労士さんってご存知っていうかつながりありますよね、はい、すごくたくさんあります、はい、その人たちで、はい、あの活性化、要は新規のお客さんがガンガン取れてる人たちって、はい、SNS から撮ってます、YouTube から撮ってます、紹介で撮ってますよ。紹介だと思います、はい、どの紹介から撮ってます。顧客だと思います、はい、顧客から、税理士さんじゃなくて顧客からの紹介なんですね、はい、じゃあその顧客から紹介していただきながらのそこの目線を7割3割を税理士さんに向けたような発信の仕方になってくるかもしれないですね、はい、はい、仕組みの構築っていうような SNS 運用じゃなくて社労士としての発信だけダメですね。わ、はい、かりました、はい、そういうのを分析しながら決めていくんです。で今僕は入り口で今当たりをつけていってます。こういう施策は全部当たりなんですよ、はい、釣りでいうと蒔絵を撒いてるようなざっくりとした当たりなんですよ、はいはい、だけどそこに本当にその糸を垂らした時に本当にそれが当たりなのかっていうのはカードをめくってって確かめなきゃいけないんですよ。これはざっくりとした当たりですから。わかりました、はい、研究していかなきゃダメだよ、はいはい、研究していきます。今 Facebook はやってるんですか。はい、やってます。 Facebook からの連絡は来ますか。紹介1年に2件ぐらい来ます。 OK です。じゃあ更新はしてますか。はい、して毎日してます。はい、税理士さんとお会いしたりするじゃないですか、はい、お会いした時にタグ付けして投稿して向こうにも投稿していただいたりとか、向こう側に フィード投稿が流れるような投稿はされてますか。していません。だからそこなのよ。 Facebook やってるっていうのは、はい、閲覧数を上げる施策をやってるっていうんですよ。分かりました。そこにしてないです。更新してることをやってるんじゃなくて、はい、閲覧数を取りに行った時に存在として知っていただく努力をしていただかないと、やってると言えますかってことですね、はい、そうです。やってないですよね。ただやってるだけです、はい、作業じゃないですか。そうなんです、はい、そう思ってます、はい、SNS に関しては今インスタグラム、フェイスブック、ツイッターをやってるんですか。ツイッター、やってると言えませんか、はい、OK です。どこにリソースを割くのかなんですよ。紹介だったら Facebook が強いんです、はい、でインスタもやっといてほしいんですよね。 Twitter に関しては Facebook や Instagram で上げるコンテンツをそのままの転用でいいので、はい、ついででいいのでやっていただきたいなと思いますね、はい、これ例えばなんですけど、給料計算してくださってる方って、はい、業務で積んでるんですか。もう忙しいんですか。そんなことないと思います。
例えばインスタグラムでコンテンツ作っていただくじゃないですか、はい、その作ってもらったコンテンツを、はい、Facebook だったりとか Twitter に関しては iPass を教えて投稿してもらうことってはできますよね。できます。だからいかに自分の脳みそを使わなくていいような環境にできるのかってことをやっていくんですよ、一個一個セットアップで。ルーティン化されてるものって、はい、やったところで脳みそが活性化しますか、成長しますか、ルーティンしません。だからその全くしない業務はもう経営者がやっちゃダメなのよ。そこをちゃんと決めます、はい、そのスタンスを決めてください、はい、なぜならば年間売上が2000万あって 90% が利益の方だからです、はい、投げていかなきゃダメ、はい、こんな利益率 90% なんて高くある必要ないから、はい、今の利益最大化をすることによって全体の成長を止めてるだけですよ。本当、はい、そうです、おっしゃる通りです、はい、ですよね、はいはい、とりあえずインスタ1本でいいです、はい、とりあえずは今は集客の再現性、紹介しかないっていうのが弱いんで、はい、強いんですよ、なかなか紹介される人っていないんでね、キャラクターとしてね、はい、強いんですけど紹介しかないってことは他のこと何もやってませんっていうのと一緒だからもったいなすぎるのよ。わかりました。それで利益率 90% ですって何言ってんの、何もやってないだけじゃんって思っちゃうんですよ。何もやってないんです。はい、もったいないですよね、はい、インスタまずやります。はい、はい、でもいいですね、話してて近藤さんは、はいはい、あの素直だから、はい、全部素直なリアクション取ってるから指導したいなって思いますよ。だから紹介する理由が分かるもん、嬉しいです、ありがとうございます、はいはい、あの紹介してなんかこう可愛がっていただくような紹介になってんじゃないのかなと思いますよね、はい、だってもうね近藤さんの方は僕より2年先輩なんですよ、年上じゃないですか、はい、でもどっちが年上なのかが分かんないような振る舞いをしてくださってるじゃないですか、僕に対して。ありがとうございます、はい、ですよね、はい。じゃあ集客に関してのフラグ、直近3から6ヶ月のフラグは今言いました、はいはい、これ本気でやっても多分3ヶ月以上全部かかる施策なんですよ、はい、だから3から6ヶ月で確かめてきてください。はい、分かりました、はいはい、じゃあ次商品の断定に行きましょうか、はい、商品の断定が自分の中では今までは本当に頼まれたから給与計算、頼まれたら何かって形で全く決めている、はい、箱を決めていなかったので、はい、スタートアップの会社のためのこれとこれとこれをやるみたいな形で作って、はい、LP やって、はい、セミナーしてっていうふうに今考えています、はい、スタートアップの、はい、ための、はい、ロームの体制を作って、はい、求人できるような体制を作ろう。ですね、はい、ここが既存のクライアントに聞いてないからなんですよね。あのそもそも、はい、だってスタートアップの方から紹介いただいてるんですか。実はその方が多いです。おお、はい、なるほど、はい、多いんですね。多いです。あ、じゃあそこですね、はい、はい、全体の紹介を10だとしたらどれぐらいの割合ですか。7割はスタートアップです。あ、なるほど、はい、既存のお客さんから別会社を作るって言われるよりも新しい会社を作るんだっていう方からご連絡をいただくっていう形ですか、ね、ごめんなさい、私のスタートアップの経緯がありました、はい、何人かもいて会社があってもうこれから人を増やしていきたい、まだ3年目なんだけどみたいな形で。じゃあごめんなさい、それは僕が聞きたいのが、はい、社労士さんの切り替えなのか、そもそも給料計算ろくにやってなかったです、はい、みたいな、その、はい、そのすごいざっくりとした経営をされちゃってた人なのか、はい、どっちですか。はい、あの後者の方で、税理士さんはいたけど、はい、給料計算自分でやってましたっていう方ですね。もう手に負えませんっていう形が多いです。あ、なるほどですね、はい、そうすると話変わってくるな。そうすると集客に関しては、はい、お給料計算は自分で やっちゃいけないよねとか、そういう部分の発信になりますよね。どのタイミングで社労士を入れるべきですかっていうことを経営者さんに教えてあげなきゃいけないですよね。そうですね、本当そうですね、はいはい、だから僕が今日言ったことですよね。自分の脳みそが活性化しないとかルーティンタスクをなんで自分でやってるの、経営者さんの仕事って給料計算ですかってことを物申していかなきゃいけないんですよ。そうですね、僕がポジションを取るとしたらビジネスを作れる社労士さんっていうようなイメージでいきますね、はい、戦う社労士さんみたいなイメージですよ、はい、構築が得意な社労士さんみたいなことですよね、はい、どのタイミングで社労士を入れればいいのかってことを解いていくわけですよね、はい、で先生のポジションを取った時に近藤さんのキャラクターが天狗になることがなく、はい、今のスタンスだったら勝てるよってことですよ。いいキャラしてるから、はい、ありがとうございます、はい、すごく素敵なキャラクターされてるので、だから僕評価はすごい高いんですけどね、近藤さんに関して。なんで僕を呼んだの救済企画の中のお伺いのリストというか、まあタスクの中に近藤さんのお名前が入った瞬間に、はい、えって思って、なんで、え、必要です、もう必要すぎて、将来一緒に会社をやりたいです。あのでも嬉しいんですけど、はい、今ね近藤さんのお話聞かさせていただいてると成果出てるじゃないですか。実際に、いや出てるんですよ、素晴らしいと思いますよ、優秀だと思ってますね、正直ね。僕必要ないんですよ、一人でできるんですよ。一人じゃ全然できません、私には分からないところがすごいたくさんあるので。
北原さんが必要です。でもね、今だけなんですよ、そうやって言ってるのって。本当にないです。いや必要ないよ、だって顔笑ってるもん。笑ってるもん。今の目があってちょっと嬉しくなっちゃって。目は違う、ビジネスじゃない。何か発展しそう。はい、じゃあ OK です。はい、それよりもあと価格ですね、値決めですね。どういうプランでどういう値決めがあるのかっていう部分ですね。今月額料金おいくらですか？平均32,500円ぐらいです。いや、ごめんなさい、これはどういうふうに出してるんですか？従業員の人数と給与計算手続きによって人数で金額が上がっていく仕組みです、はいはい、でそれはごめんなさい、それらの、決められた、近藤さんが決められてるのは業界的には平均なんですが、高いんですか低いんですか？はい、平均です。平均なんですね、わ、はい、かりました。でも紹介が来てるんですね。はい、来てます。はい、OK です。断定させたいことって何でしたか？近藤さんにとって断定したいっていうのはそのターゲットの断定の部分ですか？はい、商品の構成だったんですけれど、はい、今お話ししていく過程で、はい、コンサルの何ヶ月でこれをやるみたいなことがなんとなく、はいはい、見えてきてますか？見えてきました。 OK です、 OK です。僕だったらまずこの研修やりません。あ、最初言ったこれなんかつながってるんですかっていうんですよ。お客様にはつながっていなくて、はい、何につながってます？はい、単なる権威性です。この権威性っていうのは何のための権威性ですか？発信する時のホームページとかに書く時に、はい、ここに東京都のやつをやってるから安心だろうっていうことの、ただ安心の材料になってます。ああ、なるほどですね。じゃあそれが安心の材料として刺さってるから紹介が来ている？いえ、違います。これは何時間の提供で15万円なんですか？はい、2時間です。あ、だったらワンチャンありだな。2時間ですね、はい、今はいいです。あ、分かりました、はい、今はやっててもらっていいですね、はい、ここからなんか出会いってないんですか？掘れないんですか？2時間を15万円で切り売りをしてっちゃダメなんですよ。1時間7万5000円ってことですよね、はい、そうです。いや、そんなことやってる場合じゃないっていうフェーズ来ますよ。ここからどんな可能性が発掘できるのかってことをフラグとして立てながら、はい、常に自分の時間を7万5000円で提供してるんだっていうふうにシビアに見なきゃダメですよ。わかりました。確かにね、スタートアップの初期段階の時ってね、はい、2時間15万円やったーって思うかもしれないですけど、はい、もし1億いっても同じこと思うのってことなんですよ。ですよ。その2時間たるんだったら社員とご飯会しようかなとか、家族との時間を大事にしようかなとか、はい、両親との時間を大事にしようかなっていう方に振るわけですよ、将来的には。そうですよね、はい、で、はい、就業規則は近藤さんじゃなきゃ作れないんですか？今のスタッフではそうです。はい、ごめんなさい、就業規則ってちょっとね、その社労士さん側が作っていただく就業規則って作ったことがないので、はい、作っていただいたことはあるんですけど、はい、作ったことがないんですけど、はい、この就業規則っていうのは比較的求人で社労士さん取ったら大体作れるんですか？大体作れます。大体作れるんですね、はい、じゃあどのタイミングで社労士のライセンスを持っていただいている方を雇用するのかってもう決めるんですよ。で、これは年間で何件ぐらいあるんですか、就業規則は？年間で5件もありません。はい、はい、でもスタートアップの段階の会社さんって就業規則 ないですよね。あ、はい、ないので、そのお客様には1回作ったら終わりなので、それはずっと続いているので、そんなに新規のお客様が最近有料がないので。あ、だから それは新規集客を本気でやってないからじゃないですか。そうです。だから新規集客を本気でやったら就業規則で積むはずなんですよ。だってこれ1案件に対して20時間発生するんですよ。そうです、はい、そうです。そして結構これは必要になってくるきますですよね、はい、就業規則がないから問題トラブルが多くなるわけじゃないですか。そうです。だから社員を増やす前に就業規則ってのは絶対作っとかなきゃいけないじゃないですか、はい、会社を守るためにね。だから新規集客でスタートアップで就業規則ないところまずないんですかっていうところの教育をして、必ず作らないと社労士側としても積むじゃないですか。そうです。これやっとかないと、はいはい、はい、だからそれを理解していただいて作らさせていただくっていうのが必要になりますよね、はい、ってなってくると、じゃあ月間で今の体制だと何件の新規集客、つまり何件の就業規則をさばけるんですかっていう問いになるわけですよ。わかりました、はい、それで言うと、はい、自分しか今はいないので、はい、年間15件20件いけるかって形です。いや、20件ってそれリソースパンパンの話じゃないですか。パンパンの話です。だからそのリソースパンパンになったら他のことできなくなるんですよ。ダメなんですよ。リソース7割で稼働しなきゃダメなんですよ。わかりました。だって月間集客15件で就業規則作って終わるってもう生活崩壊するでしょ。崩壊し、健康的な生活が取れなくなるじゃないですか。だからリソースってのは使い切っちゃダメ。これ覚えておいてください、はい、リソースは使い切るのはこれです。わかりました。
3割を上げとくんですよ。でその3割っていうのは何かがあった時用なんですよ。わかりました、はい、家族に何かがあったとか社員に何かがあった時とか、はい、予想できないことって起きるじゃないですか。その時のためにその3割は解放しておくんですよ。わかりました、はい、今の現状が起きてしまってるのはなぜかというと、はい、社労士事務所の事業をちゃんと器として要は0、1、10、10から100の貫通させない状態で投資口座やっちゃってるからです。だから両方とも中途半端になっちゃってるんですよ、はい、売上の割にリソースがパンパンになっちゃってるんですよ、はい、そうです、はい、僕のね、講義だったり YouTube とかって何回も見ていただいてるじゃないですか、はい、そこで簡単に商品をね増やしちゃいけないよって簡単に商品増やすなってことを何回も何回も言ってるんですよ。社労士事務所7年やってきた、ね、実力があって紹介もある実力があるのにもかかわらずここを仕組みとして実装してないから起きてる現象なんですよね。本当にそうです、はい、だから僕だったら今のお客様の投資の口座あるじゃないですか、はい、今のお客様を一回やりきったら一回ここステイ止まるんですよ、はい、なぜならば両方同時に伸ばすリソース、はい、お金と時間がないからで す、 そうです、ね、だからまず社労士事務所がもうお客さんとともに面接をすれば受け皿が増えていくようになりました。食事をしているだけで新規のお客さんが来るようになりました、はいはい、この状態に持っていかなきゃだ、はい、でお客さんの対応は一番最初のご挨拶だったりだとか、はい、ヒアリングは私も着席しなきゃいけないけど、はい、あとほとんどスタッフがやってきます、はい、ます社労士免許も持ってる人なので安心してくださいね。ここですよ、はい、あそうです、本当そうです。あのですよね、はい、やり始めて、はい、もしかして相談たんだないかってことに、うん、あの僕講義講座で簡単に商品増やすなって言ってるんですよ、はい、今やってる事業でいいからって言ってるんですよ。だから1回0、1、10、10から100まで1回今の事業で貫通させなさいって俺結構何回も言ってるはずなんですよね、はい、何回もおっしゃってます、うん、だから社労士としての事務所として器をちゃんと形成すること、0、1、10、10から100を貫通させることを、はい、この社労士としてのポジションをちゃんと作りながらメディアの運用も全てやり抜けるようになっていくこと、はい、まずここまで、はいはい、ですね。それが直近3年の課題、ね、はい、はい、いやこれでだいぶアップデートできたんじゃないですか。ご自身の経営者としての考え方が多分まるっきり変わってるはずなんですよ。僕と出会う前と出会った後では、はいはい、全く自分でやろうとしてましたから、はいはい、点と点を線でつなげるだけで終わってたんですよ。紹介をどうやったらもらえるかなみたいなふわっとした考え方なんですよ、はい、その受け皿すらもどう構築していくのか、その受け皿を自分が動かさなくてもどういうふうにしたら動かさなくていいのか、私が介入しなくてもいいのかっていう箱を作っていくイメージでいなきゃいけないんですよね。わかりました、はい、全然、はい、頭の、はい、考え方が違いますよね、はいはい、これがさっきお話しされていた規模が大きくなっていく経営者さんと、はい、個人事業主の延長線上で終わってしまう経営者さんの違いですよ。まさに違いです、はいはい、そうすると社労士事務所と投資の口座っていうのは結局一緒の考え方でいけそうだ。これが社労士事務所がこういうふうに考えるようになって貫通させるようになったら、はい、投資の口座に関しても作り方って一緒だと思いませんか。はい、一緒だと思います。なので、はい、これができたらそっちもすぐにできそうな感じもします、はい、1回できルールがわかるからね、はいはい、じゃあちょっと戻しますよ、はいはい、じゃあ投資の口座が早すぎたから今のリソースのことが起きてました、はい、じゃあ投資の口座を止めることによって、止めるっていうかやりきるんですよ、はい、今のお客様に対して限りがないようにね、はい、止めるとどれぐらいのリソースの活用具合になるんですか。倍以上になります、はいはい、つまり10のリソースに対して今パンパンなんですよね。3割を空けるとしたら、はいはい、社労士としてのお仕事はリソース7でやってるとしたら、はいはい、投資の口座やってなかったら就業規則は何件作れるんですか。リソース7でもやはり3、4件は作れるかと思います。っていうと月間新規集客3、4件でもうレッドラインに入っていくってことですよ。5件目入れたら私ちょっと忙しいかもってなっちゃうわけですよね。なってしまうってことですね。だから月間新規集客が1件2件が毎月来るようになったら、はい、もう社労士免許を持ってる人間を求人しなきゃいけないっていうことになるわけですよ。あ、そうですね、はい、そうなります、ね、こうやって決めていくんですよ、人を入れるタイミングは。わかりました、はい、毎月の収入からいつ、はい、人を雇うんだろうっていうふうに考えてたんですけど、はい、そういう考えではないんですね、はい、人を入れる瞬間っていうのはボトルネックを外す時ですよ。この業務をやってなかったら成長に対してもっと挑戦する時間が浮くのにな、この業務は毎月安定してルーティンとしてあり続けるなっていう、要はルーティンタスクですよ、うん、ルーティン化しているタスクを自分じゃやらないっていう、そのルーティンタスクがあるから挑戦できなくなるわけじゃないですか、はい、そうです。
で、そのボトルネックをどん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 外しにかかるんですよ、お金を払って。わかりました、はい、どのタイミングで就業規則のお話をするとかってもうルール化されてます？今はしてないです。だからそれも決めなきゃダメなんですよ、はい、はい。就業規則がないことがどれだけ怖いことなのかってことを結構経営者さん分かってらっしゃらない。分かってないです。じゃないですか、はい、だから就業規則がどれだけ必要なのかってことをセミナーとして入れたりとかしなきゃダメなんですよ、説明会として。はい、はい、そうですね、はい、だからその問題って起きてますよね。社員間トラブル大ごとになっちゃってますよね、これですね。はい、はい、どのタイミングで入れるのかってことをクライアント契約に対して就業規則は作ってますかっていうのを聞いてます？聞いていないです。だからここもそうなんですよ、ヒアリングもちゃんと全部決めていかなきゃ。わかりました。はい、もそうですね、ヒアリング内容でご状況内容で社員数は何名ですかとかっていうのを全部聞く、質問チェックシートがないと、はい、それを今度雇用された社労士さんがやってくれるようになるんですよ。わかりました、はい、まずそこを作っていきます。はい、ヒアリングシートですよ、はい、はい、だから理想はですよ、社労士のライセンスを持たれている方で、はい、このマニュアル通りにお客さんをやってくださいねって言ってスケジュールのセッティングさえしておけば、はい、挨拶から始めて何を質問していけばいいのかっていう質問項目がもう全部書いてある状態、これがマニュアルですよ。はい、それを作っていきます、はいはい、どれだけリソースをね自分の元からこう軽くしていくのかってことをまず考えなきゃいけない。今はもうとにかくフロント活動1点とこの器を作ること、器を作ること、はい、でそれをやりながら人材マネジメントをしなくていいような状態にしなきゃダメですよ。社員に殺されるフェーズが確実に来るんで。わかりました、はい、そこのマネジメントしてくれる人もいずれ、はいはい、そうです。要はですね、社員に殺されるフェーズっていうのはどういうことかというと、はい、業務連絡ですら1日に10件20件30件って LINE がピコンピコンピコンってなるともう思考が鈍るんですよ。言ってる意味わかりますか？すごくわかります。だから業務連絡すら来ないような状態のポジションを作らなきゃダメですよ。わかりました、はい、いかに携帯の通知を鳴らさないかっていう、見ようとするじゃないですか、します、はい、気が取られるじゃないですか、はい、そんなことやってる場合じゃないんですよ。わかりました。なんで僕が今相談してるとき携帯を放棄することができるのかなんですよ。やってくれる方がいらっしゃる。そうです、はい、緊急系の連絡が僕に来ないようになってるからですよ。はい、はい、そういう体制を作らないといけないですね。そうです、社長の判断がないと会社は止まりますなんて会社は死にますよ、マジで。なので、まあ、順番がある、んですけど、はい、まずフロント活動に特化していくこと、はい、でフロント活動は最初前半でお話ししたことですね、はい、で集客の再現性を取りながら、はい、SNS から来てくれた人とか交流会をやったら来るっていうような人たちからヒアリングしまくっていった先に商品の断定が確実に生まれます、はい、その都度発信をブラッシュアップしていくこと、はい、でそのブラッシュアップを SNS に載せるんですけど、はい、SNS を自分でやるってなるとそこの知識を習得するとか、アルゴリズムを見続けるっていう部分に対して、はい、リソースが割かれちゃうから SNS に関しても予算をかけて人に任せる、はい、今利益率 90% である必要がないので。わかりました、はい、じゃあどこまで利益率を減らしていいのかってことを、はい、ご自身の生活も含めた固定費を考えた上で計算してこれぐらいの予算だったら安牌だなっていうところを出した上で運用していくわけですよ、お金を。わかりました、はい、わかりますか？はい、はい、その計算します。はい、やってください、はいはい、これで会話の中で成長の上で、伸びていない要因原因ボトルネックになっているものは全部外したつもりなんですけど、はい、どうですか、やれそうですか？はい、本当にそうでした、はいはい、いやこれでもう1億いくでしょう、余裕で、はい、やっていきます、はいはい、今平均単価が3万2000円でしたっけ？はい、そうです、はい、3万2000円ですね、はい、クライアント数が260社で1億です。260社、はい、はい、1ヶ月で何人集客するすれば260社に何年でいけますっていうふうにこれで時間軸が出るわけですよ。はい、そうですね、3年でいくんだったら3年でいくんですか、はい、260社で月間契約していただいている会社が260社で1億です。はい、はい、3年でいくんだったら7社でいいです。はい、7社の路線に乗せて3年運用したらもう3年後は1億であれ叶うってことですよ、っていうことですね。はい、わかりました。現実になったじゃないですか。はい、7社でいいんだって思いませんか？7社でいいんだって思いました。ご飯会マックスで回したらいけそうな気がしてこないですか？いけそうな気がしますし、単価を上げたらもっと早くいけるのではないかと思ってしまいました。はい、っていうことです。わかりました。だから1億って簡単だよって言ってるじゃないですか、はい、3年でいくんですよ、3年で。わかりました。もちろんこれ解約件数っていうのを考えなきゃいけないですよ。でも今のところは解約件数ほとんどないですよね。ちょっとそれは倒産の時じゃないですか？倒産の時 ですよね、はい、倒産理由も聞いといてください。なんでですかっていう、はい、
だから ここは税理士さんと連携取らなきゃいけないんですよ。はい、倒産するときって人抱えすぎ、固定費上げすぎのはずなんですよ。はい、はい、ほとんどこの2つのパターンですね。何か変なもの組んじゃうんですよ。経営者さんがちょっとお調子に乗っちゃったりとかして、はい、本丸で攻めとけばいいのにもかかわらず、はい、変なところにお金を組んじゃったりとか、はい、あと必要以上に社員抱えすぎ。わかりました。はい、倒産以外で解約の事例って出てますか？出てます。はい、どういう時ですか？助成金、私はいらないんですけれども、はい、助成金やってくれる社労者がいいってことで、はい、じゃあ助成金できますよっていうところも出しとかなきゃダメじゃないですか。出しとか、はい、投げられるところです。あ、はい、いずれはね、いずれは、はいはい、1億までのね、ロードマップは引いたんで、ぜひやってみてください。できると思いますよ、はい、近藤さんだったら、はいはい、僕できない人にできると思いますって絶対言わないんで、はい、でも近藤さんだったらできます。あ、はい、なのでちゃんと報告できるようにできます。はい、お願いします。はい、はい、ここで事業相談は終了した。北原さん、最後に、はい、はい、一緒の思い出で写真撮りたいんですけど、いいですよ。はい、じゃあ撮りましょう。一緒の思い出、一緒の思い出。はい、チーズ。今日ともありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、近藤さんはやれるんで、はい、間違いなくやれる方です。やってみてください。はい、はい、じゃあはい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。はい、皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。まず一言いいですか？はい。なぜ呼んだ？なぜ呼んだ？だって優秀じゃん。うん、俺言ってたじゃん。優秀な人だよ、はい、って。めちゃくちゃ優秀な方です。もっと苦労せい。そうですね。めちゃくちゃ順調に今やられてたんだなと。だってね、新しいプロダクト作りましたって、うん、売上120万円ですって120万円ってポンってあげちゃう人じゃん。はいはいはい、ね、優秀な人なのに、うん、で、その知識もね、もちろんある方だし、地頭もいい方だと思うんですよ。好みってあるかもしれないですけど、素敵なお人なりをされてるじゃないですか、うんうんうん、人となりをね、うん、かつそれが対面してるこの雰囲気で言ってるんじゃなくて、紹介が生まれることなわけですよ、うんうん、だからここですよね、うんうん、はい、だから僕は将来的な経営者で必要なのって立ち振る舞いだけだよってことを言ってるわけですよ。で、一番時間がかかるところを持ってる方なんですね。しかもこれが勉強して勉強して重ねてつけた方じゃなくて、もう天性で持ってる方なんですよ。だからすごく希少な方ですよ、非常にね。だからあの人はうまくいくんですよ。だから仕組みの実装だけなんですよね。はい、で、仕組みを実装するってなった時に、自分でやるのか誰かにやってもらうのかっていうことですよ。で、誰かにやってもらうっていう形も一つなんですけど、それをやってしまうと誰に任せたらいいのかわからない、その人たちがいなくなったら私何もできないっていうふうになっちゃうから、1回0、1、1、10、10から100っていう流れを既存のビジネスでいいから1回貫通させるっていうことがすごく大事なんですよね。はい、まあ、彼女に関しては月間クライアント250社で、今の単価だったらね、250社で1億確実に行くわけですよ。じゃあ250社をね、3年間で獲得するっていうふうになった時にね、単純な計算でもう出るじゃないですか。はい、集客動線に乗せて、乗せた時の業務を器として受け止められるようにしておくだけで1億確実に行けるわけです。で、これ基本どんな事業も一緒なんですよ。はい、なのでこの考え方っていうのを身につけていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ぜひですね、よかったら見ていただいている方々で近藤さんにね、ぜひよかったら、応援のメッセージなど入れていただける方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄に一言でもいいです、メッセージいただけますと僕も嬉しいですし、きっと近藤さんもね、糧にしていただけるんじゃないかなと思うので、ぜひ、入れていただければと思います。あと引き続きですね、ぜひ高評価の方とチャンネル登録の方をどうぞよろしくお願いします。一生懸命ね、向き合わさせていただきながら、皆さんにね、このような形ではありますけど YouTube でも伝えていければと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。あと救済企画、私も応募したいとっていう方がいてくださいましたらですね、概要欄の方に申し込みページがありますので、よかったら一読いただければと思いますので、ぜひお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、じゃあゴルちゃん、はい、また引き続きお願いします。はい、こちら近藤さん多分泣いてると思うから、あの慰めに行ってあげて。泣いてるわけない人、泣いてるかもしれない。慰めに行ってあげて。じゃあ行かないですけど、じゃあとりあえず行ってきます。はい、お願いします。はい、お疲れ様です。じゃあお疲れ様です。ありがとうございます。最後に近藤さんに今回の救済企画の感想を聞いた。相談してみてどうでした？はい、相談してみて、北原さんの講義の中では一つに絞った方がいいよってことはずっとおっしゃってて、あ、
自分のボトルネックがそこなのかもなってうすうす気づいてはいたけど、それを認めちゃったら自己批判じゃないですか。それだったんです。でモヤモヤしたんですけど、バッサリと言ってくださって、あボトルネックがここだったかってこうすごいすっきりした感じがしました。北原さんからしたら、おい呼ぶなよみたいなこと言ったと思うんですけど、やっぱりこう直接言われると自覚度が増すというか腹落ちが増すっていう感じ。はい、対面してると、あやっぱり違ったんだなってことが腑に落ちました、うんうん、今後ですね、カメラに書かれている目標とかも達成するためにやっていくかと思うので、はいはい、これからもまたあの合宿とかがあれば、はい、いろいろさせていただくと思いますが、はい、一回貫通をするところをぜひさせていただければと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。直接北原と対面し事業相談を経ることで自らの課題の原因を再認識し、次のステップへ進む覚悟を新たにすることができる。近藤さんが今後どう成長し、事業を完成させていくのか、今後も密着していく。